皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はシグレの新商品を紹介していこうと思います。ちなみに3月1日にチフレのチークがリニューアルして発売されました。はい。で、まあ、他にもこんな感じでネイルやったりとかリップも発売されています。で、今回はチフレのチークが5色あるんですけども、そのうちの2色を紹介するんですけども、他のカラーもやっぱり気になると思うので、まずはカラー紹介からしたいと思います。それではどうぞ。まずリニューアルポイントは発色が良くなり、透明感をゲットでき、肌の密着、そして肌なじみも良くなって、すごいいろんなところが改善されたみたいです。それでは早速カラー紹介からいきます。まずはこちらです。ダダン、142ピンクパール。この色はちょっと優しいピンク色な感じで、まあ可愛くなれる印象なのかなって思います。まあ、実際にこれをつけて見ていきたいと思います。そして次こちらです。270番ローズ系。これは色を見てわかると思うんですけど、ちょっと深みのあるシックのような色です。なので、まあちょっと大人メイクだったりとか、こう美人、可愛いじゃなくて美人な顔になりたいとか、そういう方はこの色をおすすめします。そして次はこちらです。443番のオレンジ系です。このオレンジ系はコーラルオレンジといって、元気で可愛い印象を与えたりとか、色素が薄いメイクをしたい方とか、ちょっと色素薄い系になりたいという方はこのオレンジ系をおすすめします。そしてそして542番のこちらです。これは542番のレッド系で、一番チフレさんが推しているトレンドのカラーです。これはね、色鮮やかで華やかなピンクレッドみたいです。血色感があって一番発色がいいと言われているカラーみたいです。で、まあトレンドというだけあってね、今時のメイクをする方はすごいこの色がおすすめです。そして最後はこちらです。570番のレッド系です。こちらもレッド系なんですけども、これはね、こうやって色を見てたら一番私が欲しかった色に近かったので、これにしました。で、このレッド系は結構クラシックな感じの落ち着いたレッドみたいな感じなので、まあこれもね、後で紹介していこうと思います。ということで、こちらの5色でした。では早速使っていこうと思います。それでは最初にこちらのピンクパールからいきたいと思います。142番のピンク系パールです。チフレのチークって何気初めて買ったかもしれへん。はい、こんな感じです。こちら普通に塗ろうと思ってたんですけど、違うんですよ。チフレでなんかこういう塗り方をしたら可愛いよっていう紹介があったので、まあそれの通りに今回はやっていこうと思います。こんな風に、まあ、つけるやん。なんならこのピンクパールはふんわり丸く広めに塗ると可愛くなるみたいです。やっていきます。ふんわり軽く丸く、こんな感じかな。広めに、わお、あ、見て、ほんまにふんわりなんか女の子っていう感じの色になってますね。リップも取ったので新作使っていきます。ちなみにチフレのリップの新作はこちらの1色です。134番です。ちょっと待って、マジでさ、唇分厚いからさ、こういう色ほんまに合わんねんけど。いや大丈夫、久々なんか不安やわ。え、唇でかいのバリ目立つ。結構薄い色で、あ、でもほんのりちょいオレンジがあるかなっていう感じです。結構唇がふっくらと見えがちやから、こう青みたいに口がでかい人、唇もでかい人はもっとぷっくり見せれる印象になるので、唇が薄い人とかはすっごい合うと思います。このチークとかにも全然合うし、こう薄いメイクとかにも合うと思います。はい、まあ、このチークはすごいいいと思う。思ってた以上に良かった。じゃあ次、570番のレッドゲーです。ちょっと濃いめのリップを復活してこのチークを落としてきました。じゃあ早速塗っていきます。このレッドをつけるときは頬骨に沿って塗るといいみたいです。うわ、発色よ、見て、なんかこんな感じでちょっと影っぽくなるようにのせるのがおすすめみたい。
ちょっと分かりやすく濃いめに塗ったんやけど、このレッド系はすんごい落ち着いた色やな、ほんまに。で、普段からこう自分のメイクは赤とかオレンジとかちょい茶色とかそっち系の色が多いので、今ちょっとなんかリップがピンクっぽくてすごい嫌なんですけど、そっち系のメイクをする方はマジでこれはおすすめだと思います。これにあのエロリップ、チフレのエロリップとか多分めちゃめちゃいいと思うし、やっとなんかちょっとかっこいいクール系な印象を与えられるんじゃないかなと思います。さっきのピンクと違って、ちょっと落ち着きのある深みのあるような色だなって思いました。こっちはほんまにピンクの方は可愛いふんわりしてるんで、まあぜひね、皆さん他にも色はいっぱいあるんで好きなのを撮ってみてください。はい、ということで皆さんどうでしたか？リップだったりチークだったり、あと他にもネイルとかもあって、これチフレのね、あの物置いてるところとかにあったんで、まあ、ぜひゲットしてみてください。で、チークに関してなんですけど、まあ、発色も良かったりとか5色あるんで、好きな色をゲットして、ぜひみんなもいろんなメイクを試してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあ、またねー。